はい、皆さんこんにちは、ゆりです。今日も見ていただいてありがとうございます。すいません、めっちゃ顔色悪いです。今日はですね、前もツイッターで告知したんですけど、このマックの新作商品が出ました。これがコントワーの商品で、今回はこれを使ってレビューしていきたいと思います。新作なので、ちょうど1月の初めの方に出た商品なんですけど、やっと予約取れてて、やっと届いたんで、これをレビューしていきたいと思います。はい、じゃあちょっとこれ塗っていきたいと思います。オレンジなんでね、どうがいいのかな。結構オレンジなのが、結構オレンジですね。すごい発色がすごい。これチークとしても使えますね。外国人の方は結構オレンジを使ってる方が多いです。こう自然に立体感が作れるのですごくいいなと思います。チークとはまた違って、コントワーなのでやっぱりこう凹凸感が出るようになってますね。めっちゃ発色いいな、滑らか。次、パール入りの、カップケーキやったっけ、ミスカップケーキをつけていきます。ちょっと大体ここら辺に、ちょっとハイライト感覚ですね。これは下はハイライトを入れて、ちょっと骨格をほんのりとこうオレンジがつくので、すごい自然になります。シェーディングしてるって感じよりかは、こうチークと一緒のような感じ、チークではないんですけど、チークと違ってまだこうスティックなので、立体感を綺麗にナチュラルに描いてくれるなと思いました。次、こっち側は、このブラウンを使っていきたいと思います。どんな印象になるのかっていうのをちょっと比較していきます。パールの入ったハイライトになってます。次、こっち塗っていきましょう。こっちは普通のコントワーって感じですね。あ、結構思ったより色は薄め、あ、濃いわ。結構発色つく、結構濃いです。でもスティックなのですごい塗りやすいです。柔らかいですね。でもちょっと曲がりやすいかも。ちょっと気をつけてください。いつものようにこう叩き込んでいきます。ちょっと言いたいのがちょっと馴染みにくいかも、若干。あと結構私がいつも使ってるシェーディングと違ってツヤ感はすごいあるかも。あ、でも自然なのかな。はい、じゃあ次ハイライト塗ってきます。まあここら辺とかかな、だいたいクリームのハイライトですね。はい、完成しました。はい、今回使ってみて、私が好きなのはオレンジの方が好きです。なんでオレンジの方が好きかっていうと、チークいらないなと思いました。すごいこう立体感が出るのに自然なコントワーで、で綺麗なオレンジなのでナチュラルに仕上がるなと思いました。で、結構ツヤ感があるので、オイリー肌の人はちょっとあまり向かへんかなって思います。結構柔らかいので、でもそんなにパサパサもしてないので、すごい滑らかには描けます。なのですごく描きやすかったです。いろんなそのプチプラ のコントワーのこういうスティック型っていっぱい入れてるんですけど、パサパサしてるやつも中にあるもので、それに比べたら結構やっぱりツヤ感あって、なおかつフィットもしてるので、お肌にはすごく、馴染みやすいなと思いました。ただなんかちょっと なんていうのかな、まあ、綺麗やねんけどな、すごい、なんていうの、ところどころこうまだらになる時があるので、どっちかっていうとちょっとコツがいるのかなと思いました。あとブラシでやったりする場合もあるので、ブラシとか、まあ、スポンジやとちょっとまだらになりやすいかもしれない。もしかするとブラシの方がいいかもしれないです。わかんないですけどね。ちゃんと詳しく聞いとけばよかったな。うん、でもいろんな風に使えます。でいろんな色をこう重ねられるのですごくいいです。ただこれ1本でこうちょっとノーズシャドウとかはどうなのかな。これはいいんかもしれんけど、オレンジでノーズシャドウはちょっと違うのかな。うん、結構チークって感じの色味なので。でもこれ使って例えばクマ消しとかにはすごくいいかもしれないですね。
この目の下のところをクマある場合はこれを塗った後にちょっとファンデーションとか塗ると結構あの青いのがなくなったりするので、そういう面ではすごいこのオレンジって使い勝手がいいかなと思いました。こっちはまあそうですね、まあでもスティックはちょっと夏になると今の季節大丈夫だと思うんですけど、今でもこうちょっとすごい斜めにやっぱなりやすくなってるので、ちょっと出して使うようにした方がいいかもしれないです。あんま出しすぎるとポキって折れちゃうかもしれないんで、やる場合はほんまこれぐらいちょっと気持ち出すぐらいの方がいいと思います。お礼には気をつけてください。はい、まあ、でもすごいツヤ感もあって、自然にすっぴんメイクというかにも向いてるんじゃないかなと思うので、ぜひ、皆さんお店行ってみてぜひちょっと試してみてください。いろんなこうお試しもできるのでどんな感じかなっていうのも、やってもらえるのでぜひやってみてください。ということで今回マックの新作商品スタジオクイックトリックスティックのご紹介でした。それではまた皆さんお会いしましょう。バイ。